クラスへようこそ。同学们好，这讲我们来看一下第四课的练习。啊，第一项，次の文を読んでください。私は小説を読むのが好きです。啊，我喜欢读小说。今まで中国の小説しか読んでいませんでした。到目前为止，我只读过中国的小说。这个有个しか啊，しか接否定，表示仅仅的意思。今まで是到现在为止，那么后面一般会用个过去式啊，因为是讲过去的事情哈。到现在为止，就是以往呀，我都是只读中国小说。しかし、先日、牧野さんは日本語の小説を読んでみたらどうですか？と私に言いました。但是前几天啊，先日。牧野他对我说，私に言いました，对我说，日语的小说你要不要也读一读，怎么样呢？这个用一个他らどうですか，向别人提出一项建议啊，说的比较婉转啊，读一读日语的小说，你看如何呢？私は牧野さんを先輩として尊敬しているので，啊，我呢是把牧野学长来尊敬的啊，就是をとする，把什么作为什么。所以呢，彼の言う通りに，这个通り是按照的意思啊，所以我就按照他所说的，日本語の小説を読むことにしました。我决定开始读日语小说，按照他所说的那样。接下来，李さんはお酒が好きな人はお酒に強いと言っています。と言っています啊，就是小李说，哎呀，小李一直在说，喜欢喝酒的人好像都是酒量很大的。しかし私はそうとは限らないと思います。但是我认为啊，私は思います啊，我认为そうとは限らない，那不一定，对吧？我就是不一定是那样，とは限らない的不一定哈。私もお酒が好きで，我也是很喜欢酒的。这个 death 是 death 的中顿。毎晩飲んでいます。每天晚上都会在喝着酒。でも私はお酒に弱いので。但是我呢是酒量很差的。对吧，に弱い啊，在什么方面很弱，在酒方面很弱的。少し飲むと顔が赤くなります。这个脱啊表示一种恒常假定。我一旦稍微喝一点，马上脸就会变红，这是一种假定条件当中的恒常假定啊。只要稍微喝一点，脸必然会变红的。接下来，久しぶりに家族の人たちと公園へでも行きたいと思っていました。と思っていました，这个ていました表示过去的持续啊。我之前一直在想着和家人哈，好久没有去了，想和家人再一次去公园什么的一趟。这个 a demo， 这个 demo 就是之类的盖指啊，用一个例子盖指其他。しかし人でいっぱいだったら嫌なので，这个だったら就是如果的意思啊。那么这里的いっぱい可以做名词看，所以的话呢，这个时候就单纯表示假设啊。人でいっぱい，这个时候我们通常用で啊，满满的。但是呢，如果这个公园到处都是人的话，会很讨厌的。なのでいろいろ考えた結果、行かないことにしました。我就考虑了再三啊，这个他形接結果也是一个相当于句型啊。考虑了再三的结果是、いろいろ考えた結果、然后呢，我决定不去了。好，接下来第二项填假名。お寿司などは中国人什么珍しいものでしょう？寿司对中国人来说是很罕见的东西吧？这个显然是你啊。对于什么什么来说，表示评价基准、评价的对象。田中さんは留学生の食堂で李さん什么日本料理什么ごちそうしました。这个ごちそうする，那前面我们刚刚讲过了哈，就是表示招待某人什么东西。这个时候你招待的东西呢，宾语是一个菜，对象是你啊，所以显然是李さんに日本料理を。第三。久しぶりに会ったのですから、食事什么しながら話しましょう。因为好久没见了，所以说呢，我们一边吃饭一边聊吧。
那么这个时候填什么呢？两个格，那么只能填个 demo， 用这个 demo 带本来的 o， 那宾格的 o， 一边吃个饭什么的，一边聊聊吧。第四个，こちら什么何か持っていきましょう，从我这里也拿点什么过去吧。这个是书上原句啊，填是填からも啊，从我这里也。第五个，このお寿司はなかなかいい味しますね。这个寿司吃上去味道很好啊，这显然是一个表示五官感觉的东西，用啊いい味がします啊，表示一个味觉。接下来，日本人の現代の食生活も大きく変わりました。啊，日本人的现代饮食生活也发生了很大的改变。米と魚什么中心，什么食生活からだんだんパン、肉、乳製品などに変わっているようです。显然是从那种以米鱼为中心的饮食生活变成了以面包、肉、乳制品为中心的这样一种变化，对吧？变化为这样的东西啊，用に表示结果，变化为什么什么に変わる。以什么什么为中心，显然是米と魚を中心とした。那么一般我们这里用とする，一般不用にする，因为它是个观念哈，以米鱼为中心，米と魚を中心とした。你若用にした也不是说完全不可以啊，用とした更为自然一些。接下来，子供たちも大きくなり、自分の部屋が必要だと思って100万什么子供部屋什么しました。孩子长大了，那么自己的房间需要了，と思って啊，我想着他们可能需要自己的房间了，于是呢，我就把客厅改造成了孩子房间。这显然是有一个让他形变，让他发生某种形变的过程。那么是 o 和 ni 啊，百万を子供部屋にしました。对吧？面白そうな映画が什么？また一緒に見に行きましょう。そうな样态。貌似看上去很好玩的、很有趣的一部电影啊，哒啦！如果要有这部电影的话，这个哒啦就是假设条件。如果出了这部电影之后，我们一起再去看吧。啊，那么这里有个促音，显然只能填哒啦啊。如果是填阿来吧，也可以的。接下来，私が知らない什么、李さんは日本語が随分上手になりました。在我不知不觉没有察觉到的期间，这个就是用希拉奈伊武器尼啊，这个武器尼表示在什么什么期间，相当于希拉奈伊阿伊达尼啊，在我还不知道的期间，小李的日语就突飞猛进了。十，日本で生活什么什么武器尼，お寿司が好きになりました。在我在日本生活的期间，相当于是生活着生活着就变得喜欢寿司了，来表示一个作者前面持续动作的过程当中出现了某种后面隐性慢慢的变化，那么显然是ているうちに啊，生活しているうちに。十一，部屋代が高什么だら、私はその部屋を借りません。房租啊，部屋代，房租如果太贵的话，如果很贵的话，显然是假设，这个だら表示假设。那么遇到形容词的时候呢，是かだら。如果房租很高的话，我就不租这个房子。是啊，その部屋が静か什么什么たら、そこで仕事をします。还是表示假设，静か是形容动词，那么显然填的是だだら。如果那个房间安静的话，那我就在那儿工作。十三，彼女が病気什么たら、私たちは旅行をやめましょう。还是这个他了，表示假设。那么前面的表记是名词，名词和形容动词这个变化方法是一样的，所以还是达达了。如果他生病的话，那我们也不去旅行了。最后，もう少し料理を什么什么マショ。那么除了填他被マショ，也可以填トリマショ。文中说的是トリマショ。第三项，仿照例句改变。ここは買い物に便利です。这里对于购物来说很方便。用这个に来表示评价基准哈。第一个，私この辺の地理明るい。明るい本来是表示明亮的，这里表示对什么东西比较熟悉，相当于詳しい。那么怎么说呢？私はこの辺の地理に明るいです。我对这一带的地理非常的熟悉，这一带的地形我都非常熟悉，对吧？如果是对什么不熟悉的话，我们可以用什么什么に詳しくない，詳しくない，不了解。第二个，
あの先生、学生、厳しい。显然是那个老师对学生很严啊，表示一种行为的对象。あの先生は学生に厳しいです。第三，あの人はお酒に弱いです。那个人酒量小。第四，食べ過ぎは体に良くないです。食べ過ぎ这个是名词啊，动词是食べ過ぎる，对吧？吃太多，吃太多对身体是不好的。那么这时候吃太多做名词就食べ過ぎ，对吧？如果你不用它的 mas 型做名词，你也可以加个 no， 食べ過ぎるのは，那一样的意思啊。食べ過ぎるのは、食べ過ぎは体に良くない，对身体来说不好。第五，私の家学校近い，我的家离学校很近，离什么地方近我们都用に啊。私の家は学校に近いです。第四大项，第一个例句，食事を一緒にしようかと思って，那么用把它改成でも啊，把原来这个を去掉了，不要这个を了，我想着一起吃个饭什么的。第一个，李さんは朝から喉が痛いのですが、風邪をひいたのでしょう。小李从早上开始就喉咙很痛，他大概患了感冒，显然是在什么地方加个盖子呢？是感冒，对不对？他大概是患了感冒什么的，这样才通顺啊。就说李さんは朝から喉が痛いのですが、風邪でもひいたのでしょう。啊，原来的哦不要了啊，風邪でもひいたのでしょう。第二，日曜日に一緒に映画を見に行きませんか？星期天我们不一起去看一场电影吗？显然是在电影上做个泛指啊，不一定非要看电影，看个电影什么的。那我们说，日曜日に一緒に映画でも見に行きませんか？用个でも把原来的宾格を代替啊。第三，この頃体が弱くなってきたから。何か運動をしようかと思っています。最近呢，身体变得柔弱起来了，所以说我就想着要去运动一下什么的。显然是在运动上做泛指，那不运动也可以，只要是为了强健身体的都可以，对吧？那么说，この頃体が弱くなってきたから、何か運動でもしようかと思っています。实际上何か也就是表示 demo 这个意思了哈，只不过 demo 是副助词，要跟在名词后面用，对不对？何か直接可以独立使用的。何か運動でもしようかと思ってます。第四个，午後お客さんが来ますからケーキを買ってきましょう。下午客人要来，把蛋糕先买好吧。那么显然是蛋糕上做饭指哈，不一定买蛋糕。ケーキでも買っておきましょう、啊、事先买好。第五，久しぶりの休みですからゆっくり本を読みたいと思っています。因为是难得的一个休息日，所以说我想好好的悠闲的在家里读读书啊，悠闲读读书什么的，在书上做一个泛指。本でも読みたいと思っています啊，用でも哈，本でも。好，第二项，田中さんに会うよろしくお伝えください。田中さんに会ったらよろしくお伝えください。显然这个他俩就是表示假设完了哈，假设你见到了田中之后呢，请帮我向他问好，请替我转达对他的问候啊。よろしくお伝えください。第一句，疲れる少し休んでください啊，显然是说如果你累了的话呢，请你休息一下。疲れたら少し休んでください。因为后面是这个てください，表示一种祈使性的语气，一般我们不用把用他了哈。疲れたら少し休んでください。第二个，お腹がすく、何か食べましょう。这个ましょう也是表示一种劝诱哈，显然是お腹がすいたら何か食べましょう。如果你感到肚子饿了的话呢，是吃点东西吧。第三，準備ができたら出発しましょう。一旦准备好了的话呢，那我们就出发吧。何か困ったことがある、電話をください。如果你有一些困惑的困扰的事情的话，请给我打电话吧。那么显然是あったら啊，如果你有了这样的事情，给我打电话啊，あったら。第五个形容词，寒かったら窓を閉めてください。如果你感到冷的话啊，请把窗关起来。第六，サイズが合わない，尺寸不合。那么这个ない相当于形容词啊，尺寸不合的话呢，
可以退货，返品啊，可以退货。サイズが合わなかったら，把这个なり变成なかった。如果尺寸不合的话呢，可以退货呀。像这些形容词、形容动词、名词，单纯表示状态的话，那么也可以用把哈，不一定非要用它了。比如说这个サモケレバ、サイズが合わなければ啊，都可以的啊。接下来，忙しい变成忙しかったら，部屋の掃除はしなくてもいいです。啊，入忙的话，那么房间不打扫也可以的啊。那么你也可以用忙しければ，对吧？接下来，日曜日です家にいます，变成它了，就说。日曜日だったら家にいます。如果要是礼拜天的话啊，我会在家里的。だったら啊。第九，あなたが男です。何になりたいですか？あなたが男だったら何になりたいですか？如果你要是个男性的话，那么你想成为什么？还是提出一个假设，名词だったら。中華料理が好きです。中華料理にしましょう。就如果喜欢中国料理的话，就选中国料理吧。中華料理が好きだったら、中華料理にしましょう。好き是形容动词，所以还是用だったら。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。好，接下来，日本人は日本酒が好きです。变成日本人は必ずしも日本酒が好きだとは限りません。就是把它变否定了哈，说日本人喜欢酒，那变成说日本人不一定喜欢酒哈。那么这个必ずしも是一个副词，用不用都可以啊。关键后面跟这个とは限りません，前面要简体句哈。第一题，値段の高いものはいいものです。价格高的东西是好的东西，怎么变呢？値段の高いものは必ずしもいいものだとは限りません。第二，やり方が同じであっても結果は同じです。因为做法一样，所以结果也一样。那么显然说，因为做法一样，结果也一样，两个不一定。やり方が同じであっても結果は必ずしも同じだとは限りません。就算做法一样，结果也不一定一样。接下来，テレビは子供に良いです。电视对孩子好。
電視对孩子不一定好。テレビは子供に必ずしも良いとは限りません。你们形容词直接接啊，良いとは限りません。前面一句同じ是形容动词，所以有个答案。接下来，中国の酒はアルコール分が高いです。中国酒精成分高，那两个不一定。中国のお酒はアルコール分が必ずしも高いとは限りません。啊，不一定很高，对吧？第五个，ホテルの食事は美味しいです。宾馆的菜很好吃，虽然不一定好吃，对吧？ホテルの食事は必ずしも美味しいとは限りません。啊，仍然是形容词啊。第四，冷めないもっとたくさん召し上がってください。用一个武器に，趁着还没有凉，请多吃一点。那么第一个，若いうちにいろいろ体験をした方がいいです。趁着年轻，最好多体验体验。第二个，元気是形容动词，形容动词接这个武器怎么接呢？武器是名词，显然要加个な哈。元気なうちに世界一周旅行がしたいです。趁着我还健康，我想做一次环球旅行，对吧？世界一周的旅行，这个一周表示一圈啊。接下来，雨が降らない、急いで帰ってください。趁着还没下雨，赶快回来吧。雨が降らないうちに、急いで帰ってきなさい。第四个，風がひどくならない、薬を飲みました。趁着感冒还没有变得很严重，我就喝了药。那么就是風がひどくならないうちに薬を飲みました。第五个、気づかない、もう図書館の前に来ていました。啊，说我在我还没察觉到的时候，这不能算趁着。这个相当于是表示期间啊。気づかないうちにもう図書館の前に来ていました。啊，我已经来到了图书馆门前了，就不是现在啊，是当时。如果是此刻来到的话，那么就来ました。来ていました。当时我已经来到了图书馆门前，对吧？気づかないうちにもう図書館の前に来ていました。第五个。作っている餃子の作り方を覚えた。作っているうちに餃子の作り方を覚えました。那么这个时候我们用ている接武器に来表示做着前面持续动作的这个期间，做着做着就不知不觉的出现了后面的这个结果。做着做着我就掌握了饺子的做法。覚えました叫掌握啊。那么第一个，いろいろ話し合う、互いに理解した。怎么变呢？いろいろ話し合っているうちに、互いに理解した。说我们在聊各种话哈，聊着聊着变得相互理解了啊，能够相互理解了。第二，お母さんの帰りを待つ、寝てしまった。等着妈妈的归来，等着等着我就睡着了。お母さんの帰りを待っているうちに寝てしまった。第三、何度も読む。覚えてしまった。读了好多次，读着读着，我就不知不觉间就记下来了。何度も読んでいるうちに覚えてしまった。第四个，中国語を勉強する、中国について詳しくなった。在学着汉语，学着学着，慢慢的对中国熟悉起来了。中国語を勉強しているうちに、中国について詳しくなった。第五个。地下街を歩く、方角がわからなくなってしまった。地下街、地下街啊，走在地下街道上，走着走着我就搞不清方向了。地下街を歩いているうちに、方角がわからなくなってしまった。第六、あ、喉が渇きました。ビールでも飲む。用个他らどうですか？来表示给他人提一个建议啊。ビールでも飲んだらどうですか？喝杯啤酒什么的，你看如何呢？たらどうですか？经常呢会和でも一起使用的，因为这两个都是柔和语气的啊。第一个，あ疲れました。コーヒーでも飲んで休んだらどうですか？啊，只要把动词变形搞清楚啊，休む变成他形，休んだらどうですか？喝杯咖啡休息一下，你看如何呢？第二个，
この薬はちょっと古いですね。这个药有点旧了。新しいのを買ったらどうですか？那买点新的药怎么样呢？この服は私には大きいんです。这个衣服对我来说有点大啊，には对我来说有点大了。お兄さんにあげたらどうですか？那你把它给你的哥哥，你看如何呢？です。私の車はもう20万キロも走りました。我的车已经跑了20万公里了。用个も表示出了很多啊。那么说，そろそろ新しい車を買ったらどうですか？你差不多可以买辆新车了，如何呢？提建议啊。新しい車を買ったらどうですか？よ、バス停で宿題を家に忘れてきてしまいました。啊，我在公交车站说啊，我把作业落在家里了，落在家里了，忘在家里用你啊，把作业忘在家里就来了，忘れてきてしまいました。まだバスが来ないから取りに帰ったらどうですか？说公交还没有来呢啊，まだ怎么怎么ない，所以的话呢，你要么回去拿，你看怎么样？回去取，取りに帰る，这个你就是表示目的啊。好，最后我们来看一下第六项中医日啊。桥本，听说你爱喝酒，每晚都喝是吗？橋本さん，听说就是后面这个そうです啊，放到后面说。橋本さんはお酒が好きで毎晩飲む啊，每天晚上喝，这是一个一般现在时，用动词原形就好了。毎晩飲むそうですが、本当ですか？是的，你也常喝吧？はい、あなたもよく飲むんでしょう。あなたもよく飲むんですか？你也经常喝吧？这个都是表示一般现在时啊。よく飲むんでしょう。不，我不常喝。いえ、あまり飲みません。那你一定很能喝吧？あなたはきっとお酒に強いでしょう。能喝就是お酒に強い啊，酒量很大。我想爱喝酒的人一般都能喝。お酒が好きな人は，那一般这个就是指普通或者大抵。お酒に強い，然后と思います啊，我认为是这样子的。那么他怎么回答的呢？那倒不一定。そうとは限りません。啊，这个用一个そう就好了啊，像你说的那样，然后两个とは限りません。啊，不一定像你说的那样，对吧？那么我只能喝一点儿。私は少しだけ飲むことができます。或者我们用飲むことができません。由于酒量不大，所以我一般不爱喝度数高的酒。啊，お酒に弱いので、不是アルコール分の高いお酒は。酒精高的叫アルコール分の高いお酒はあまり飲まない。然后后面可以用个什么句型呢？叫ことにしています。啊，这个地方你不用也是无所谓的，最好用上去，因为它表示一个我决定长期做到的一件事情，就是我不喝度数高的酒，这是我自己要求自己长期做到的一个习惯。再说一遍，普通啊，或者普通にはアルコール分の高いお酒はあまり飲まないことにしています。是吗？我有一瓶很不错的日本清酒，什么时候下了班一起喝一杯怎么样？そうですか。私はいい日本酒啊，日本酒啊，或者清酒，清酒也可以啊。いい清酒を一本啊，持っていますから。然后呢，什么时候？这个什么时候就是不确定的什么时候啊。我们用いつか啊，某一个时候。いつか、仕事が終わったら，这个就是下了班以后，这个之后就用它了啊。いつか仕事が終わったら一緒に飲みましょう。一起喝一杯啊，可以加个一百。一杯飲みましょう。那么这个来个怎么样，我们用个句型。一杯飲んだらどうですか？一緒に飲んだらどうですか？我们一起去喝一杯怎么样？好啊，いいですね。第二句。早就听说杏花楼的菜不错，果真如此，味道真不错哈。早就怎么怎么可以用前から啊，从以前开始对吧，或者前々から啊，从很早前就开始。前から京華樓の料理はうまい或者おいしいと聞いていますが。然后说个果真如此。なるほど、本当においしいです。吃到嘴里了。
然后呢说那就请多吃点，それではたくさん召し上がってください。有个尊敬语动词啊，中国菜要趁热吃味道好啊。我们说呢，中華料理は熱いうちに或者冷めないうちに，对吧？那么趁热就直接说趁热就好了啊，就是说熱いうちに食べた方が美味しいです，对吧？再来一些菜怎么样？就是书上写的啊，もう少し取りましょうか。不，已经吃了很多了。いいえ、もうたくさんいただきました。啊，吃了很多，可以用个自谦语。今天承蒙您的款待，谢谢。今日はすっかりごちそうになりました。啊，今日はすっかりごちそうになってありがとうございました。いいえ、お粗末様でした。啊，怠慢了。第三，这屋怎么样？不错吧？この部屋はどうですか？なかなかいいでしょう。はい、本当にいいです。如果挂上窗帘再装饰点花什么的。那么这个如果哈，でもカーテンをかけて、啊、挂窗帘。カーテンをかけて，然后装饰一些花什么的。这个花什么的我们就可以用でも，用我们前面学的なんか也可以一样的啊。花でも或者花なんか飾ったら，如果装饰一下的话，如果你把它装饰上去的话，会变得更好看的。那显然是一个先后关系啊，装饰完了会变好看的。那么就是花でも飾ったら，或者花なんか飾ったらもっと良くなります。那会变得更好。那么这里有一个挂窗帘跟装饰，其实这个可以用中断关系啊，不要用两个它了，用一个它了就可以了。好，下一句。听说美国人以肉和乳制品为主食，日本人也是如此吗？アメリカ人は肉と乳製品を主食とすると聞いています。就是说这个肉と乳製品を主食とする啊，以什么为什么，对吧？以肉和乳制品为主食，然后来个と聞いている。と聞いていますが、日本人もそうですか？年轻人像美国人那样爱吃肉，像我这样的人主要还是吃米饭。若者たちは或者若い人たちはアメリカ人のように啊，这个举例子啊，アメリカ人のように肉が好きですが，私のような人はやはり主に米或者ご飯を食べています。最近新开了一家日本饭馆，怎么样？我请客吃寿司，去吗？最近日本料理屋啊，日本料理屋啊，或者料理店。新しくできた啊，新开了一家。日本料理屋が新しくできたそうです啊，来个听说呀。最近日本料理屋が新しくできたそうですが，怎么样？どうでしょう？お寿司をごちそうしますから啊，我请你吃什么？这个吃的菜是宾语啊。お寿司をごちそうしますから，行きませんか？啊，去不去啊？说好啊，但现在不行。明天晚上我有空，能放在明晚吗？说いいですよ。でも、今はちょっと就可以了。今はちょっと就是指今はちょっと都合がつきません啊，这个现在的时间抽不出来，不方便。明日の晩だったら，如果要是啊，明日の夜だったら，明日の晩だったら，空いています。我有空，就是我空着，没有什么安排。明日の夜だったら空いていますが，その日にしてくれますか？你能放在那一天吗？いいですよ。好的呀。第五个，趁现在樱花开着，我们去赏樱花吧。趁着哈，桜が満開のうちに啊，趁着现在今哈，下个今桜が満開している或者満開の用名词也可以的。満開しているうちに満開のうちに一緒に花見に行きましょう。最后一个，考试累了吧？今天晚上早点睡怎么样？試験で、英文考試啊，試験で疲れたでしょう。今晩早く寝たらどうですか？这个怎么样？就是给别人提建议，所以用たらどう啊。今晩早く寝たらどうですか？皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。
皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。